シャツ、短パン、あとスマホ1個。 YouTuber は自由だよ、ほらこんな感じ。今まだ沖縄生活満喫してます。まあ、沖縄移住化計画ね、まあ、その辺具体的な話、あの住むところをどうするとかね、なんだろう、まあ、生活環境をどうやって整えるかっていうか、まあ、そういう、まあ、計画もいいんだけど、とりあえずさ、こうやって海見てね、今日もこうかれこれさ何時間ここにいるのかな、こうやって座ってさ何も考えず海をぼーっと見るだけでもすごく心が充実してるというか癒されます。はい、まあこういうところを知るとさ、あの細かいことなんかなんとかなんだよね。うん、自分がこうどれだけこの地に行きたいかっていうその気持ちだけで、まあ、それさえあれば後のね細かいことは何ともかなるような気がする。とりあえず、この4月ね沖縄ちょっと過ごしてみて、どんな感じかなって。夏の暑いのはねちょっと苦手だけど、これくらいの気候、まあ具体的にはどうだろう、11月からそうだねゴールデンウィークにかかるぐらいまでいる分にはいいんじゃないかなって。この期間限定、その時だけこっちに来て移住してさ、あの寒さをしのいでこう暮らすってさ、いいかもね。で飛行機一つでビュンと来れて、で半年後はまた後の富山に戻ってさ、あのもう地道にまた頑張って働く、で半年間頑張って、ほんで半年間こっちに来てぐうたらするって、うん、そういう生き方もありじゃないと思ってね。でまあ現状動画撮影の方もできてます、普通に。もうこれで今日は2本目になるのかな、動画投稿2本目になると思うけど、うん、常になんか新しい発見がいっぱいあってさ、あこれ動画にしたい、あれ動画にしたいってね、ネタの宝庫、沖縄はねネタの宝庫だから、沖縄県に住んでる YouTuber さんは沖縄の良さにもっと気づくべきだろうね。普段暮らしてて当たり前になっちゃってるからさ、他から来たらさ、ここのいいところがすごくねこう浮き出てくるよね。まあそういう風に思いました。はい、ほらいいじゃない、これだけでさザザーって。どっかそこら辺のさ材料かき集めて掘ったて小屋でも作ろうかな、なんかなりそうじゃない、あれとさプラダンで、いけそうじゃないですかね、なんかそんな気がしてきたよ。まあほんとここに来ると笑顔になるじゃない、自然とさ、時間に普段もさ時間に縛られないけど、さらに時間に縛られなくなる。出発する時まで松山から自宅出て、まあ、羽田から沖縄に来たんだけど、出発まではねすっげえ慌ただしかったね。朝7時に起床して8時に電車に乗ったらね、案の定なんかね電車がもう混みまくってて、駅ごとにストップしてたんだよ電車がね。で特急なのに各駅停車になって、もう
次の駅の電車がストップしてるってことでまた止まっちゃってるっていう、寸詰まり状態になって、でまあこれはやばいということで途中でモノレールに逃げてね、そっからまあ羽田に来たんだけど、ほんとね、もう寝坊寸前だったから、まあ今日は T シャツ着てるけど、あの沖縄ね到着した、時はね、あの軍勢のランニングシャツとのまんま着てましたからね、そのまんまで飛行機乗って、ほんであの沖縄空港降りて、あの初日を過ごしたっていうあ、ごめんなさい、風がまだ治ってない、風が治ってないけどなんとかなると沖縄、そう、風邪ひいてもなんかこう寒くないよねT シャツ1枚でさ、何もしなくて、あ、ヘリ飛んでるのかな、あ、そら、あ、そら、ヘリ飛んでる、見えるかな、ヘリ飛んでるの、あ、見えねえか、あ、追えないね、音は聞こえる、ヘリが飛んでるね、米軍基地があるから、あっちこっちにね、だからジェット戦闘機とかさ、なんか輸送機とかがビュンビュン飛んでてさ、あーとか思いながら、あ、かっちょいいとか言いながらさ、見てましたけど、はい、プラモ作るからね、自分。だから自分がプラモデルで作ったことがある飛行機を見るとね、やっぱりちょっと反応するよね、おっとか言ってね、それもなんか沖縄の良さなのこれ分かんないけどね、であとはなんかその爆音がするってことだったけどね、あの沖縄にいるとね、その何あの海ええ何沖縄軍機でジェット機の音で、すげえその暴走族の音よりもでかい音で飛んでくるとか言うけどとりあえずね、今ちょっとそれ聞いたことない、今ちょっとヘリの音がちょっと入ってるぐらいだけど、そんなにうるさくないし、まあ結構静かだね、まあこれは意外だった、噂に聞くほど全くそういうこともなく今過ごしてますね。まあみんながその沖縄が特別だっていうのはちょっと分かる気がするね、同じ日本なんだけど、だって沖縄ってさ、やっぱりアメリカにね最初はあの占領されてて、で道路も左側通行だったんだよね、もともとそれがいつだったっけ、1970年代前半ぐらいかな、からまあね、右側通行になってさ、言うぐらいだから、かなり文化も独特、街中の景色見てもね、すごいね沖縄って、まあなんだろうね、だからこれ琉球なんだろうね、琉球王国だよ、那覇とかの中心部は近代化が進んだといってもあっちこっちにさ、なんかちょっと沖縄らしさが残ってて、すごい街の中で整備されてると思ったら、またなんか横がね、まだちょっと砂利道になってたりとかね、したり、もうアスファルトとコンクリートで固められたているかなと思ったら、なんかこう、茶色い土がむき出しになってたりとかね、ところどころしてて、なんかそういうのを見るとね、なんかまあなんかでもかっこいいなと思うね、見ててね、なんかこう惹かれるものがある、その街の建物の、雰囲気とかね、であと今そのユイレールっていうのができてんだけど、このユイレールのが独特でさ、まあ那覇の中心部にね、そのユイレールっていうのはまあ中心に走ってるけど、やっぱりこの狭い道の中でいかに効率よく邪魔にならないようにその駅を作ったり線路を作ったりしてるっていうのがね、すげえ見てわかるよ、すごい、あ、工夫してるなと思って、で限られた予算の中でね、ちゃんとこう鉄道を敷くっていうところ、なんかこう見ててよく考えられてるなと思いました。これあたりは皆さんもね、実際現地に来てまだ見てください、なんかすごくで独特で、あのユイレール面白いですからね、はい、そんな感じかな、はい、というわけでね、沖縄滞在、まだまだこの後続きます、この後もね
あの沖縄から情報発信していきますので、興味のある方チャンネル登録していただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さとちゅんでした。